私決めたの。あなたに、はい、わかりましたってもう言わない。私が、何でもあなたに、はい、わかりました。はい、わかりましたって、言ってたから、家族の絆も、壊れちゃったのよ。一つ、一つ、何がいけなかったか、考えて、考えて、やり直そうとしているの。あの、カーテンだって、この、靴だって、あなたの、気に入らないものを、わざと、選んだの。あなたが、嫌いなものを、避けるんじゃなくて、寄り添ったり、話し合ったりしながら、夫婦として生きていくために、私は勇気を持って頑張ろうとしているの。今からできることは何だろうって考えたの。バラバラになることじゃない。家族を作り直すことだって気づいたのよ。家族を一からやり直すこと。あなたも笑って笑いながら私と家族を築いていくのよ。